何があったの？あなたは笑い声で挨拶をするようなタイプじゃないと思うんだけど。来い、律者。言ったはずよね。私の名前はライデン・メイよ。複雑すぎて面倒だ。覚えたくない。態度が、普段と少し違う。機嫌がいいよね。名前なんてどうだっていい。お前のことだって分かればいいんだ。だから来い。お前に話したいことがある。ライデン、律者。ライデン・メイよ。それで、話って何？お前はずっと火を追う蛾の暗面を見たかったんだろう。もうすぐその願いが叶うぞ。私の記憶が正しければ、あなたはその話をしたくなかったはずだけど。どうして今回？あの暗闇には何の価値もないが、少なくともあそこには、俺の友人がいる。今あいつがあそこを出た。もう一度会えると思うと、神経が震えるほど興奮してしまうんだ。律者。お前にも、そういう友人がいるんだろう。なあ。あなたにも友人がいたの。正直に言うと、かなり信じられないわね。俺のことを化け物、獣だと思ってるのか？アポニアは気にしない。俺と同じ類の人間だからな。いや、あいつは俺よりも狂ってて歪んでる。俺が化け物なら、あいつは異類だ。でないと指針の書を自分の家だと思わないだろう。アポニア。その名前を耳にしたことがあるわ。強い精神感知型の融合戦士。そうよね。そう、精神感知型だ。気持ち悪いタイプのな。そのせいで、俺は長く待ってたんだ。だがこの件だけは、俺はいくらでも待っていられる。いつか俺はこの手で奴を潰す、粉々にだ。誰もが羨むその手を、アポニアの鮮血で、汚い赤に染めてやる。彼女は、あなたの友人だって言ったわよね。そうだけど、なんだ。一応確認するわ。確かに私はここに来てしばらく経ったけど、戦後、私のことを友人だと思ってないわよね。夢の中でならそう考えても構わないが、違う時は。いいの、聞いてみただけだから。それに、そう言ってくれてむしろ嬉しいわ。アポニア、それに、指針の書。